人生の栄光と挫折が刻まれていた。2006年、チェフを悲劇が襲う。試合中、相手チームの選手と激突して大怪我をしたチェフ。頭蓋骨陥没骨折だった。それから2週間後、ひどい頭痛で目が覚めることがある。ぶつかったことは全く覚えていない。試合が始まった時の記憶すらない。選手生命を脅かされる怪我をしたチェフ。だが本人は諦めていなかった。I will be able to come back, although some people doubted and said, ah, we don't know, and it might take a year, it might take 2 years, and we are not sure. So I just wanted to prove everybody wrong. I just said, no, hold on a minute, I can come back, no worries, I will. 周囲の反対を予想、復帰への思いを強めるチェフ。そんな彼に医師が出した条件が、頭を守るヘッドギアをつけてのプレーだ。再びグラウンドに立つことを許されたチェフ。復帰に向けついにトレーニングを開始する。しかし何だ、ボールを蹴る音が今までと全然違う。頭をヘッドギアで覆われたことでボールを蹴る音が聞き取りにくくなり、シュートに対する反応が鈍くなってしまった。そんな彼を勇気づけたのは、世界中のファンから届いた段ボールいっぱいのメッセージ。相手チームの選手からも励ましの声が届いた。シュートの音が聞き取りにくいというヘッドギアの判断。練習に練習を積み重ね、ハンデを克服したチェフはこう言う。ヘッドギアは私の2枚目の皮膚。ここまではトヨタと